駅俯瞰、上佐港駅は、千葉県富津市港にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。駅ホーム駅前ロータリー島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。ホームはかさ上げされていない。駅舎とホームは、古線橋で連絡している。駅舎は東側にある。西側は、海沿いで斜面となっている。JR 東日本ステーションサービスが、 駅管理を受託する機密駅管理の業務委託駅。緑の窓口は2017年12月12日をもって閉鎖された。多機能券売機1台、簡易水化改札機設置駅。トイレは男女別の推薦式。2020年度の1日平均乗車人員は465人である。JR 東日本及び千葉県東経年館によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。千葉県立天モ高等学校一般路線バスのバス停は駅前にある日東交通、カ佐港出張所の構内に高速バス、房総名の花号のバス停は国道127号上にある。房総名の花号は JR バスが運行しているが、高速バスの乗車券は当駅では扱っておらず、日東交通、 カズサ港出張所の窓口で取り扱っている。暴走なの花号は一部の便のみ停車する。ありがとうございます。